去年の夏に舞台を初めてやったのが印象残ってます。なんかお父さんが死んじゃって、でもそのお父さんが幽霊になって私の元に帰ってきて、私はそのお父さんが幽霊だってことをしばらく気づかないで、最後気づいてさよならみたいな。なんかもう初めてだったんで全部大変でした。一番大変だったのは苦労したこと、声もそうですし、なんか筋トレとかストレッチとか芝居のこうオーバーな芝居とか。こんにちは、福田麻衣子です。今日は朝から雨が降っててどうしようかと思ったんですけど、でも昼頃からちょっと晴れて雨も止んで無事撮影が終わりました。で、写真は結構苦手なんですけど、でも楽しくできました。7月21日公開のピアノの森に声の出演をさせていただきました。もしよかったら見てください。さよなら。